ウオヤドリエ・ウィズナは、甲殻類の一グループである。エラをアコウとした形アコウが分類され、寄生性の甲殻類として知られている。この分類群は元来は全く縁がないと、考えられていた二つの群をまとめたものである。その一つ、エラオ類は、巨類の代表に寄生する、甲殻類で、日本では、蝶が、金魚や鯉の害虫としてよく知られてきた。その形は独特で、 頭部と第一、胸節に由来する部分が円盤状に広がり、この部分で魚類に対表に吸着し、それに続く円筒形の胴体には遊泳用の付属子があり、自由に泳ぐことができる。その分類的な位置は議論が多く、海足類に含めたこともあるが、後に顎足類に含め、他軍とは独立の軍とされることが多かった。もう一つの軍が下虫類で、 これは様々な脊椎動物の鼻腔や肺に寄生する全虫様の動物である。生態では体の先端に口があり、その後方左右に2体の針を持つ。これを口に見立ててご口動物と呼ばれたこともある。その系統関係は長く不明であったが、節足動物に似た特徴が多く、そのために側節足動物に位置づけられたり、 あるいは独自の動物群とされてきた。そんな中、下虫類が細部の構造や分子系統解析などから著しく特化した甲殻類の節足動物であると判明し、エラオ類との類縁性も指摘されるようになった。その上でアゴアシ類が分子系統の情報から多系統とみなされるようになったこと、その上でこの二群が禁煙で一つの群を成すとの判断から立てられたのが、 この分類群である。分類は、ワールドレジスターオブマリーンスピーシーズに従った。ありがとうございます。